ネクションとかってやっぱ大事なんですかとか、実際そういう、なんだろう、仲がいいとかとしたら実際あるかもしれない。それで入ったからってその子はプロになれるわけじゃないです。だからその辺はね、あんまり親御さんが気にする必要はないんじゃないかな。で、全国大会は出れない。出れないからプロになれないわけでもないし。自分のその行き着くところはさらにその先のプロっていうところ、有名な話だとね、仲間しますけど、やっぱりどこにいても今何をしているのか、今どうなのかっていうことが大事です。はい、どうもこんにちは、下地です。ですね、今日は、ゲストの広山春夫さんをお迎えしまして、またいろいろ聞いていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。またまた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。癖になるね。癖になるいや、ほんと前回の動画対談シリーズがすごい好評で、再生回数が良かったっていうのと、まあ、いろんな方からコメントをいただいて、でまたこういう話を聞きたいっていうことで、あの質問とかもいろいろ来てるので、今日はちょっと聞いていきたいなと思います。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。でですね、今日は、スペシャルギフトが、届いています。そうね。はい。石川県の加賀市でですね、サッカークラブなどを運営している、リオペドラグループが、まあ、開発して、まあ、販売している加賀エール、ジビル。ジビル。はい。が、今回、八島社長。届きました。はい、平山さんに届いて、みんなで、はい、ということで今日はスペシャルギフトにして美味しくいただきながらいろいろ話聞いていきたいと思います。やっちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しかったでしょ。美味しかったです、ね。はい、なんかフルーティー、苦味がないっていう感じで、うん、で今日はあの飲みながら食べていきたいなと思います。すいません、飲みながらです。あの平山さんおすすめの、ジンジャーエール割りシャンディーが酔わない程度に酔わない程度なんか飲みすぎないように注意していきたいと思います。はい、いや本当ありがとうございます。いただきます。開けてびっくりだよ、ね、はい、あの箱でね、ひろやくさんのスタッフ一同ありがたいね。ありがたいですね、うん。はい、また八嶋さんにもまたいろいろゲストで呼べたらなっていう感じですね。いろいろ聞きたいなと。やっちゃんもね、あの YouTube やってるから。あ、そうなんだ。逆にコラボするの、コラボしていいかも。あ、いいですね。何か違うことが聞けたりするかもしれない。はい、そうですね。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、今日はですね、まあ、つい最近、まあ、このリスナーさんから、まあ、平山さんとの対談を見てそれで質問をいただいたんですけど、はい、まあ、お子さんがサッカーやってて、まあ、今後ジュニアユースに進むっていうところで入るのがやっぱり難しいっていうのはあると思うんで、うん、そこでなんかこうコネクションとかってやっぱ大事なんですかとか、そのチームとその J のクラブの関係がないとやっぱりそういうのは入りづらいんですかとかっていう話があって、いや実際どうなのかなっていうところで、まあ、ちょっと聞いてみたいなと思ってます。まあ、実際そういう、なんだろう、仲がいいとかっていうことは多分よく試合をやってるとか、うん、そのやっぱセレクションとかってなると、まあ、一時やりましたで、まあ、何百人から4、5、うん、で2時やりましたで3時やりましたで、やっぱりこうなっていくと、あの、まあ、本来力がある子が、そうセレクションっていうところでやっぱ緊張しちゃうから、だからそういう部分ではこう、まあ、コネクションっていうか仲いいチームだと普段から練習試合やったりとか、やっぱそういうところで見てもらえるこう回数は多いんじゃないかな。あ、なるほど。そういうところではアドバンテージはやっぱりあるかなっていう気はするかな。うん、まあ、普段からそのプレーを見てるから、そう、まあ、実力が分かってる。で逆に言えば、まあ、そういうセレクションでも緊張しない子はもうやっぱりこの子いいね、要は初めて見る子はすごく輝いて見えたりとかするプラス材料も俺はあるんじゃないかな、うん、新鮮っていうのかな。あ、だからその辺はね、あんまり親御さんが気にする必要はないんじゃないかな。まあ、そのコネクションがどうとか、そう、まあ、うちの子はそのハンデがあるとか、そういうのは、そういうのはもう気にしないで、やっぱ思い切ってそのセレクションにこう挑めるかどうかがやっぱり鍵になるんじゃないかな。まあ、そうですよね。自分なんかも、まあ、シムズもそうでしょ、うん、
別にコネクションはないわけじゃん。俺がいたからって言って、連れてってはもらったけど、そう。だけど、別にそれで俺もベルディにお願いしますって言ってもいないし、じゃあ果たしてその後で、それがね、その子にとって、シモにとって、その時お願いしたことがいいことになるか、俺はやっぱそうじゃないなと思う。そうですね。また取る側もやっぱりその、やっぱり結果っていうところもあったりで、うん、まあ、コネクション同行で取れるってことはないと思いますよ。自分なんかもね、読売クラブ入って、もちろんセレクション受けて、プロと別にコネクションあるわけじゃないですか。そうですね。自分からやっぱり申し込んでいってるわけですから。そうですね。うん、だからそこはね、親があんまりこう過敏になる必要もないと。ひょっとしたら、実際あるかもしれないよ、うん。だけど、それで入ったからって、その子はプロになれるわけじゃないし、うん、その時は優越感に浸れる。その時はいいかもしれないけど、やっぱ入ってからが本当の実力の世界です。そうですね。入るまではしてもらいました。だけど、レギュラーが約束されてるわけでもないし、そこから先ユースも約束されてるわけじゃないから、入ることはできたとしても、そこから先はその子のやっぱり努力になっちゃう。うん、じゃあ果たしてそれで入って、じゃあ親御さん満足しますかっていう。うん、そうですね。だから本質的なところをちゃんとやっぱり親が見ないと、やっぱりそういうものにこう、なんていうの、噂でね、心を揺さぶられるじゃないけど、なっちゃやっぱダメだと、うんうん、やっぱり目先のそこのね、中学校で、まあ、下部組織入りたいっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、そこが勝負ではないっていうんですよね。前もね、それは自分の話の中で言ったと思うんだけど、うん、自分はまあ静学行くのはプロになるため、うん、で全国大会は出れないと思った、うん、それはやっぱり清水にすごい、うん、みんな上手い選手がいて、やっぱり清志郎だったり、今は桜川だけど、やっぱり他のね、高校がやっぱりあまりにもやっぱ強かったから、そんな簡単じゃない。ただやっぱり、それ、出れないからプロになれないわけでもないでしょ。そうですね。だから、全国大会が出れることは素晴らしいことで、そこが僕らの自分の中ではゴールでもないし、自分のその行き着くところは、さらにその先のプロっていうところだったから。だから、うん、そこに入ることで満足ではなく、さらにやっぱり高いところを目指しながら、じゃあそこに、例えば J の下部組織に入れなくても、ちょっと遠回りするかもしれないけど、後々に、ね、そこのプロになればいいんじゃないかな。そうですね。まあ、有名な話だとね、中村俊輔なんか、マニュアスに行って、そこからやっぱり上がれなくて、どこに行って、で活躍して、そうですね。まあ、そのままユース残った子が全員上がったわけでもないし、そう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 。まあ、必ずその J クラブ入ったからじゃプロが確定ってことは絶対ないし。だから、うん、親がその他のことね、これも前に話したけど比べることなく、うん、他の子が J にいたら素晴らしいねって、そうやって言ってあげればいいじゃん。で、うちの子はまだ先よみたいな、うん、あそうですね、今は頑張りなさいみたいな、それでいいんじゃない。実際どうですか、そういう、いろいろ選手、親御さんってなんか、なんかあるんですかね、そういう、うん、やっぱりその強いところに行きたいとか、やっぱりそういうところでやってた方がいいみたいな、考え方はあるんじゃないかなっていう気がする、うん、まあ、その方が可能性はね、高いかもしれないし、だけど、その子にまたそれが合ってれば、全然ね、問題はないとは思うけど、逆にもっとこう出れるところに行って、試合いっぱい出た方がいいっていうこともあるんじゃないかな。昔ね、そう思い出した、セルジオさんにね、言われたことがある。そのベルディにいて、川崎市のね、なんかイベントでセルジオさんと一緒になって、で、やっぱりね、その時に、どう試合出てるの、いや、全然出れないです、まあ、プロは出て、なんぼの世界だから、うん、でそうやって上のチームにいるのもいいけど、出れるとこ行ってもいいんじゃないのって、うん、言われたことあるね、その方が目立つじゃん、そうですね、やっぱ高いレベルに入って、まあ、ずっとね、試合にも絡めないよりは、うん、そうやったらやっぱり出れるとこ行って、やっぱその方が見てもらえる、要は自分の名前を売ることがやっぱり多くなるだろうし、そうですね、まあ、そこに入って肩書き
得て満足っていうことじゃないですから、ね、うん、そうだね、うん、だ結局ね、その自分が昔ベルディにいましたって言ってもそれだけで食っていけないからね、まあ、そうゆくゆくは結局はやっぱりどこにいても今何をしているのか今どうなのかっていうことが大事ではある、うん、じゃあそこでジュニアユースで J のクラブに入りましただからっていうところは持っとかないと、ね、ちょっとやっぱ勘違いしちゃうと大変なことになっちゃう、うん、確かに僕やっぱユースに入ってでまあ、ジュニアユースの時はまあ全国でやっぱり優勝とか、うん、まあ、その世界大会も出たりとかしてて、すごいな、ユースに、あ、まあそうですね、ナイキカップとか出てたんですけど、懐かしい、懐かしい、あれ出たんだ、すごいな、うん、あれイギリスだっけ、どこでやったの、その時オランダです、オランダはオランダで、一応準優勝とかしたんだけど、ユース入ると、他の高校サッカーの私とたまにこう試合するじゃないですか、交代連する、そうすると、差が埋まってったり、やっぱり超えられてっちゃってる感じがあって、まあ前回もおっしゃってたんですけど、個がやっぱりこう伸びてないなっていうのはすごく危機感としてやっぱありましたね。なるほど。だからすごく強くて名門で、やっぱり戦術もしっかりしてて、サッカーも決まっていて、やり方はあるんだけど、いざこう個で対戦すると、自分のその打開する力がなかったりとか、っていうのはやっぱすごい感じていましたね。で、やっぱりそういう子たちはそのままプロに行って、まあ、厳しい環境、やっぱり僕がいた下部組織よりはやっぱり厳しい環境で、うん、部員も100人、200人とかいる中で出てきた子たちはやっぱりすごいたくましいなっていうのは、うん、まあ昔の代表、昔の代表っておかしいけど、よくね、J のクラブからは出てこないっていう、ね、代表です、うん、まあ、だいぶ今はね、変わってきたんじゃないかなっていう部分もあるんだけど、やっぱり自分なんかはその高校サッカーに携わってて、やっぱ高校サッカー その指導者の人たちすごく勤勉だなと、うん、やっぱりその J クラブに負けないとか、やっぱりこうどういうふうにしていかなきゃいけないのかとか、すごいそういうことをこう考えながらやってる人たちやっぱ多いなって、うんうん、正直やっぱり思うところが、うん、ただこうサッカーの質はやっぱり J、うん、今カーブにいる子たちの方が高いかな、もちろんやっぱいい選手もいる、そうですね、それもあるんだけど、やっぱそういうものに負けちゃいけないみたいなところでやってる指導者はやっぱ多いかなって、でも、そうそう、切磋琢磨して、なんか、まあ、最近というか、まあ、平山さんもずっとこう、まあ、B 級の方とか行かれて、神奈川県の中でもすごいざわついてるっていうよく知って今ではその、まあ、B 級取りに行かなかったですよね。あ、全然その興味がない、なんだろう、それがあるからいい指導者とは俺は思わない、うん、もちろんなんていうの、それを持ってるから、それを持ってるからいい指導者じゃないけど、持ってなくても多分この人はいい指導者なんだろうなっていう人もいるだろうし、それからやっぱりサッカーの経験ないから、やっぱそういうところから勉強する人もやっぱりいるだろうし、もちろんその日本のスタンダードというか、やっぱりそういうものを分かっておく、自分の国のやっぱりそれを分かっておくこともやっぱり大事だろうし、いろんなこう意見はあると思うんですけど、自分の中では全然もうなかったかな、はあ、でそれを持ってるから持ってなかったからにいけない指導者なのみたいなそういう思いがあったから、あえて行かないぐらいな感じは、いやだから取り行きたいと思わない、全く思わない、全く思わなかった。それ今回こうサッカー協会の人もすごい喜んでた、平尾さん取りに来てくれて、うん、ああやっとこうサッカーが変わっていくんだなっていうのがやっぱおっしゃってたっていう話で、その、まあ、取りに行くなんかこう変わったことは、それはね、去年の静岡の選手権の決勝、あの静学と16で負けた試合で、これはこのままじゃダメだなと、指定されたものじゃないメニューをこうやった、あやった、あれね、トライアルね、うん、やっちゃった。本当は何やんなきゃいけなかった、本当はやっぱりね、静学のうまさ、それからやっぱり能力の高さ、J
ゃあそれをやっぱりこう打ち破るためにもうちょっとやっぱり緻密さに、うん、緻密にやっぱりやっていかないとなかなかやっぱ勝ちきれないだろうなって、うん、ましてやその静岡って他にいるからね。資格をとかライセンスを取るためとかではないと、ね、ああ違う。だからそれをね武器にするつもりも全然ないし、B 級合格した時にはそういう B 級のことも知ってるけど、もっと違う何かアレンジができて、例えば神奈川に貢献するとか、日本のサッカーに貢献していくとか、やっぱそういう風になったらいいなっていう風に自分の中では思っていた。